省略して話しますと、僕が自分のホビーにで、ある雑誌に漫画を連載したんです。男はみんな豚の顔で、女性はみんな人間として書いてあるという変な漫画ですが、でその時それを見たプロデューサーが、これをアニメーションにしようとこうしてはいかがかと聞いたんですが、言い出したんですね。で僕は当初賛成してませんでしたが、散々悩んだ挙句、じゃあやってみようということになったんです。子供たちのために書いたもんじゃなかったんですよね、ですから初めから子供たちが対象でない映画を作るのは、ためらいがありました。その堀越二郎も、それから堀辰夫も、その1930年代の僕が最も好きな日本人の二人です。才能も、それから努力も、それから精神も、この二人は素晴らしいと僕は思ってます。と同時にその夢は、戦争が終わることによって42歳の時に二郎は設計者としての生命を絶たれます。それから 堀辰夫は48の時に結核で命を絶たれます。非常に多くの人たちが志半ばに挫折しています。その挫折にも含めて僕は彼らが好きなんです。兵器として使われることは分かっていたと思いますが、それが核も破滅的な戦争につながるとは彼は思ってなかったろうと思いますね、今の私たちが電気を使うことによって原発を相変わらず維持しようとする、その結果が何にもたらすかということについてね、相変わらず多くは関心を持とうとしない、あるいは関心は持っているけれども何も行動しない、そのまま電気を使い続けているっていうのと同じ状況なんではないか。僕は結果から見て何十年も後に彼らを断罪することは簡単ですが、そうではなくて自分のものとして彼らの犯したことや彼らが望まずにやってしまったことも含めて、それを否定することは何か大事なものを見落とすことになると思っています。アエロポスタルのパイロットでメルモスっていうフランスでも有名なパイロットは、郵便飛行のために南大西洋で行方不明になったんです。それで領収書やつまらない請求書を運ぶためになぜ命をかけて飛ばなきゃいけないんだっていうその質問に対して、サンテクジュペリ自身が軽蔑しか感じてないんですよね。郵便を運ぶということの意味ではなくて何か別な意味があったんですよ、郵便飛行には。サンテクジュペリも1944年に死んでますけども、それは郵便飛行ではなかったですね。自分の仲間を追うために飛んでいったようにして死んでしまいましたけど、それで僕は30年代が好きなんです。いや、長編をやるには若くはないです。他にもやりたいことがあるから、それをちょっとやってみたいなと思ってます。いくつかありますから。ホビーの漫画とか、それからジブリの美術館のための短い映画とか、展示品のためのいくつかの絵を描く仕事とかね。それからちょっと遠くまで歩いてみたいですよね。歩く時間が欲しい。
いや変わってないんです。今ホビーで漫画を描き始めたらえらいこと始めてしまって、今本当に困ってるんです。このインタビューが終わったら上の部屋に行って昨日書いた文を紙を貼って書き直さなきゃいけない。いつできるのか見当もつかないですね。あのコストを考えなくて済むようになったんです、この年齢で。この年齢になったおかげでね。ですからどんなに手間かけても別に僕は平気なんです。そういういい場所に来たんですよ、ようやく。つまり生活は別なところでなんとかなるから、だったらそのね、その自由を謳歌しなきゃいけないですよね。ということはうんと苦しむっていうことなんですけど、いや、つまり次郎も堀達夫もそういう時代に生きたんです。まさにどこに向かっていく、こう覚悟していくか分からない時代の中で生きたんです。だから我々も彼らと同じように胸を張ってきなきゃいけないと思ってるんです。ポール・バレリー の, あの風たちのいざ生き目やもっていう、その言葉は今でも本当にその通りなんですよね。